続きまして6作品目が、こちら、草野と望みでございます。こちらはですね、まあこの表紙になってる、大原の男が草野で、このね女の子が、まあ女子高生なんですけど、のぞみちゃんっていう、まあ女の子で、まあこの二人がね、それぞれ実は共通の目的でね、まあ白崎温泉っていうか温泉街にまあ赴くことになるんですけれども、理由っていうのがね、まあのぞみちゃんのお姉ちゃんで、まあ草野のね、同僚のね、まあそのまあいわば、まあのぞみちゃんのお姉ちゃんと草野の同僚がまあいわば同一人物っていうような形で、まあね、まあ、失踪してしまうってことで、まあ、実はまあちょっとね会社の金を持ち逃げしたみたいなことでね、まあそれも普通に考えるととんでもないことではあるんですけど、まあその理由とかが分かんないから、でもそのね、メールとか見てったら、まあこれ白崎温泉じゃねってことで、まあたまたまねその温泉街を赴くことになって、まあお姉ちゃんをね、探しに行くっていうふうな話にはなってくんですけど、温泉巡りみたいな形にはなってしまうんで、温泉とか、まあ、グルメ要素みたいなところでも、まあ、まあ、あと観光みたいな形でね、そういったところも基本的なベースとしては描かれてはいるんですが、まあ、もともと草野がね、まあ、実は、まあ、元ヤクザだったっていうこともあって、で、まあ、のぞみちゃんはね、ヤクザに対してね、ちょっとね、辛い過去があって、やっぱコンプレックスなんですよね、ヤクザっていうところが。まあ、だから、まあね、元ヤクザとはいえね、やっぱ最初は信頼してたけど、もうね、やっぱ草のことをね、まともな人間として見れないっていうことでね、まあそれでも二人でね、一緒にもちろん探していかないといけないみたいなことにもなっていくんですが、やっぱでも草のは元ヤクザだけど、でもまあ実はね、まあ本当心優しい、他のヤクザとは違う人なんじゃないかなっていうところをね、まあ関係性が深まっていくっていう風な流れで、まああくまでストーリー的な部分ではグルメ要素とか温泉とか観光っていうところがメインになってくるんですけど、まあ二人の関係性とかもね、その変化っていうところもまあ描いてて、でまあお姉ちゃんのこともまだあんまよくわからんっていうのもあるから、まあストーリー的にはまあ3つぐらいのね、そういう3つの要素を楽しむっていうところで、まあ結構いろんな、まあ様々な要素として楽しめるっていうところで、僕的にはね、非常に面白い作品かなと思って、まあ選ばせていただきました。ということでね、6作品目がこちらの草野と望みでございます。そして7作品目が、こちら、くるくる車三村パンでございます。こちらはですね、まあ一応タイトルの通りパンの漫画にはなってくるんですけれども、まあね、主人公がこの三村っていうね、パン職人の個人経営で、まあパンのね、まあ移動式パン屋っていうかね、まあよくパン屋だけじゃなくてね、まあ、いろいろ街とかでもね、個人でなんかね、ちっちゃい車乗って経営してるような人たちっていると思うんですけど、まあそういった形でね、その街屋でパンをね、振る舞ってる、まあ主人公にはなるんですが、三村と出会ってく人々っていうところが、結構何かしらの悩みを抱えてたりっていうところもあって、まあ、一応ね、まあ三村が商談役みたいな形になって、ところでもあるんですけれども、まあそのね、まあ悩みを解消していく過程とかももちろん面白かったりもするんですけど、まあそういうこの人の人間性を表した、じゃあパンってどんなパンなのっていうところの、まあアイディアがね、まあ非常に面白いっていうところかなと思いますね。なんかパンの漫画としての、まあシンプルなグルメ要素ももちろんあるんですが、なんかね、こういう人は、なんかね、こういうパンとして、まあ、例えられるみたいな形の、そのね、やっぱ、様々なパンとしての、まあね、理由というか、そういったところのね、まあやっぱ、まあアイディアってところが、まあ非常に面白いところかなと思いますね。まあ非常にハートフルな、本当話にもなってるし、三村もね、まあ目的はね、その街に来た時の目的っていうのもあってね、まあそれをね、どういうふうに達成するのかっていうのも、ちょっとね、気になる部分かなとは思うんですけれども、まあ基本的にはね、会った人々との、まあ悩みというか、その悩みの種をどういうふうに解消するのか、そういう、まあこの人の人間性をパンとしてどういうふうに表すのかっていうところがね、まあ本当一巻ですでにね、まあある程度もう完成されてるような作品かなっていうのもあるんでね、まあ個人的にはまあいい作品かなと思って、まあね、今回ね、選ばせていただきました。ということで、7作品目はこちら、くるくるくるま三村パンでございます。そして、8作品目がこちら、ニューノーマルですね。これはね、まあまさに現代をね、表した内容にはなってるんですけれども、まあ
今のね、世の中、コロナ禍でマスクが当たり前のようなね、世界になってしまったんですけど、このね、ニューノーマルの世界でも、まあね、新型ウイルスによって、コロナとは言ってないけど、新型ウイルスによって、マスクが当たり前になってしまった世界っていう風になっていて、むしろ、今、この現代よりも、もう厳重に、まあ管理されてるような世界っていう風にもなってる、そんな作品なんですけれども、一応ラブストーリーになってます。ラブコメ。で、まあ、どういった形で、まあそのきっかけっていう風になっていくかっていうと、まあ当たり前のようにもうみんな会話してる時にマスク外すことなんかほぼないんですよ。たまたまマスクが外れたところを見てしまったことで、その主人公の男の子の奏が、まあ陸上部のね、まあ女の子の夏希さんの唇を見て、まあちょっとね、ってなって、まあなんかまあいわば興奮してしまうみたいなところもあるんですけど、まあ、そういったことでね、そういったところから2人の関係性がちょっとね変化が訪れていくっていう風な形にもなっていて、例えばなんかパンチラもあればね、下着ポロリもあるし、まあそれこそね、まあおっぱいボーイみたいなのもあるかもしれないんですけど、ほんとただの唇なんですよ。ただの唇でもめちゃくちゃなんかね、それこそ興奮してしまうぐらいなんかめちゃくちゃ魅力的に見える唇っていう風に、まあ、描いてるんですよね。なんか確かに性的意味と見たら性的に見えるかもしれないんですけれども、でもなんかね、そういったのがきっかけでちょっとその子のことを意識してしまうっていうきっかけとしては十分じゃないんじゃないかなっていう風なぐらい、ただの唇がきっかけ作りになってるっていう、そういったことが、しかもこの世界ならではっていうところでね、その恋愛の、まあ、いわばきっかけみたいになってるところがね、非常にいいんですよね。こういったところがね、厳重に警備されてるみたいなことにもなってるんで、そういったところもまあちょっと現代ともやっぱ近い部分もあるんですよ。隔離されたりとか、そういったところのストーリーにも訪れた時に、やっぱりね、こういう世界ではこういう二人の関係性が、まあ、こうなっていくんだよみたいなところの過程もやっぱ本当非常に良くてね、やっぱまあ、マスクっていうところがね、まあ当たり前になった世界でのまあ、ラブコメっていうところをね、ぜひともどうなものなのかっていうのをマジで堪能していただきたい、そんな作品でなっております。ということでね、8作品目はこちらのニューノーマルでございます。そして9作品目がですね、こちら、私の息子が異世界転生したっぽいでございます。まずこちらはね、単巻完結、一巻完結の作品にっていう風になってはいるんですけれども、まあ、内容の方がね、主人公のミオと、まあ、一応同級生の堂原、元同級生の堂原、まあの2人が、まあ、いわば主人公とヒロインっていう風になるんですが、まあ別に2人ともね、まあそのまた再会するまでは、高校以降はね、どこも出会ってはないっていうかね、どこでも、まあ、会ったことはない、まあ、たまたま久々に、まあ、再会したみたいな形になってるんですけれども、ミオのね、まあ、息子が交通事故で亡くなってしまうってところからスタートして、で、まあ、本当最初は昇進してた部分でもあったんですが、その息子がね、まあ、異世界転生系の、まあ、ラノベとか漫画とかアニメが大好きだっていうのもあって、でミオはそれのことが異世界転生系って何ぞやっていう風な形になってたんですけど、まあ異世界転生系っていわばね、死んだら異世界の方に、まあ、転生するっていうのが、そういうのがベターっていう、ベターじゃないですか。まあ当たり前になってるような、当たり前になってる、まあ、ジャンルじゃないですか。それを、まあ、知ったことで、あ、息子は死んだんじゃなくて異世界に転生したんだっていう風に、まあ、本気で思い込んで、で、その、堂原は、もともとから、その、高校の時から、異世界転生系大好きなオタクなんですよ。だから、たまたま再会した、まあ、堂原がオタクってことも知ってた上で、自分も異世界転生するにはどうしたらいいのっていうふうに、まあ、頼み込むことで、そういうふうな形で再会することでね、物語が進んでいく、まあ、そんな作品にはなっているんですけれども、死んだら異世界転生行くって言ったら、じゃあ、どっかから飛び降りればいいのみたいな形の、ちょっとね、異世界転生系小バカにしてんじゃねえのみたいなところも、ちょっとギャグっぽい部分でもめちゃ面白いですよね。そこら辺が。僕的には別に異世界転生系好きじゃない身としては、なんか、そこら辺をね、なんか、ちょっとね、バカにしてる感じもすごい面白いっていうところもあるんですけれども、まあ、いわばでもね、なんか現実逃避みたいな部分もあるじゃないですか。それを 100% じゃあ、ミオは異世界行ったんだって信じ
混んでいるのかっていうのも、やっぱそこもね、やっぱすごい気になる部分かなとは思うんですよね。まあなんかもう死を受け入れてないからそうなったんじゃないのかっていうか、同伴目線からすると見ていくと、やっぱり息子のことをね、やっぱ大事に思うがために、うん、なんかむちゃくちゃだけど異世界からどうしてもこっちの世界に呼び寄せたい、いわば助けたいみたいな考えはやっぱ本気なんかなっていうのも、まあそういう風なところを見ていくと、まあちゃんとやっぱね、こういうまあしんみりした部分としてもしっかり描いてるっていうのもあるから、なんか僕はちょっとギャグっぽく見えるところもあるけど、でもちゃんとね、息子に対する愛情はこういうもんだったっていうところもしっかりと描いてるっていうのもあるから、まあ非常にね、そういったところはやっぱ面白い作品になるかなというふうには思いますね。一応ね、今スピリッツの方でフルバージョンって形でね、まだ連載は続いてまして、まあその連載じゃあ必要なのかっていうのも、まあこっちでね描かれて切れなかった部分がね、まあ、スピリッツのそのフルバージョンの方で、まあ割と描いてたりもするんで、僕はまあそっちもそっちでね、まあ割と面白いかなというふうに思ってる次第でございます。まあ、まあでもどっちかっていうとこっちの方がまあおすすめなのはおすすめですかね。一回で完結してるし、全然まあね、結構薄いんでね、そういった部分でもね、結構楽しめる内容になったので、選ばせていただきました。ということで、9作品目はこちら、私の息子が異世界転生したっぽいでございます。そして、最後、10作品目がですね、こちら、阪急タイムマシンでございます。こちらも一巻完結の、まあ、作品にはなってるんですけれども、まあ、主人公がね、雑貨屋さんで勤務する野中さんっていうね、女性が主人公で、まあ、同僚とか、まあ、そういうコミュニケーションが苦手でね、友達もいないような、ね、そんな野中さんなんですけど、まあ、雑貨屋とかで勤務してるっていうのもあって、やっぱ編み物がすごい好きで、で、その編み物作家のね、フィカさんっていう人の、まあファンなんですよね。そういう、まあなんかデザインの、なんか特集とかされてるぐらいの、ある程度有名なね、まあデザイナーって言えばいいんかな。まあまあ編み物作家のフィカさんっていう人と、まあ、まあ、ファンなんですけど、まあ顔出しもしてたようなね、まあある程度有名人物なんですが、その人とね、まあ阪急電車の中でたまたま出会って、あ、フィカさんやと思って見てたら、そのフィカさんが実は元同級生の佐藤さんっていうことが判明してね、まあ本当に、小学生以来かな、そういったところではもう本当に久々に再会して、でしかもその同級生がまあまさかね、そんだけ有名人になってるとはっていうので、ちょっと感激したっていうところもあるんですが、実はね、その野中さんは覚えてないけど、佐藤さんは、ちょっと野中さんに対してのね、なんかちょっと嫌悪感みたいなのがあって、まあ、それはね、野中さんは全く覚えてないっていうのもあるんで、途中でね、まあ、ある程度感づくような、そういったところの場面も訪れたりもするんですけれども、まあ、このね、そういった、まあ、どういう内容かはね、まあ、それは絶対読んでいただいた方がいいのでね、あんま言えない部分でもあるんですが、このタイムマシンってね、何なのか、阪急は阪急電車のことなんですけど、タイムマシンってじゃあ、タイムスリップするのって言ったら、まあ、そういうわけではないんですよ。もうゴリゴリの現代劇なんで、じゃあタイムマシンってどういうことなのってか、どういう要素なのっていうと、まあその昔ね、その自分がまだまだ未熟だった、まあ今も未熟だっていうことに気づかせるための、自分はもう大人になったけどまだ心は間の時の小学生のままだっていうことを気づかせる、そしてまあそのあの頃はその佐藤さんに対してこういうことしてしまったけど、そのじゃあその時に戻って、じゃあタイムリープして戻って、じゃあもう今見ちょっとそういったところの、まああの時のことをじゃあ覆すことできるんかって言ったら、まあできるわけないじゃないですか。タイムスリップなんかできるわけないから、そういったところのタイムマシンっていう要素をまあすごくまあうまく組み込んだ内容になっていて、後戻りはできないっていうかね、昔には戻れない、じゃあ戻れないから、じゃあどうすればええんやっていうところが、そこら辺がね、やっぱ答えとして描かれてるっていうのが、まあ非常に面白く、非常にまあいわば感動的なストーリーみたいにもなっていてね、いやめちゃくちゃ良かったかなと思いますね。まあ単巻完結なら、まあ私の息子も面白かったですけど、僕はこっちの方が、まあ
こっちの方がっていうか、去年の読んだ中ではまあ本当一番良かった作品だなと思います。まあ、ということで、10作品目が、最後の作品がね、こちらの阪急タイムマシンでございます。はい、ということでね、まあ今回はね、まあ2021年のおすすめ漫画10作品をね、紹介させていただきました。まあ今後もね、やっぱりまだまだちょっと動画投稿がなかなかね、全然だ続けてないと、まあもっとコンスタントにやるとか言っておきながら全然やってないっていうのが現状なので、やっぱりね、単独の紹介もやっとかなきゃいかないです、いけないですし、そこら辺をね、もっともっと精力的にやるためにもね、とりあえずまあやっぱり、一つ一つもっと気になった作品はじゃんじゃん紹介していこうかなというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。